こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。アマベルのお時間です。おい。今日はですね、ちょっと GV の練習をしたくて、GV の動画を撮りましょう。ノラな。ノラです。腕試しな。腕試し。練習。練習。返り討ちだ、返り討ち。そう。じゃあ、行きますかね。逃げよう、散ろう。ちょっと一うわ、なんか遠いところにも誰かいるし。そうですね。裸侍みたいなやつ。お前、誰だ。じゃあ、行きます。3、ワンピースのキャラみたいなやつ。1、開始。おい大丈夫か、おいストンと、おい大丈夫か、まず逃げるわ。私もまだ様子見だ。やばいやばいやばい、まだ様子見だ。速攻魔法食らった、やばい、まだ様子見だ。でも、あ、速攻死ぬ。まだ様子見だ、まずは。え、嘘、速攻死んじゃう。嘘、多分これギルドバトルは死ねば死ぬほど強くなるんですよ。ほんと、あ、そう、なんでちょっと待って待って、あ、紫、あ、これもう回復回復、あ、これ違う味方のじゃない。まだ死んでない、まだ死んでない。で、アコさんがね、いないので、うち今、あ、やべえ、スキル入れてなかった、やべえちょっと待った、これダメだ、一回諦める。まだ死んでないとかっていう別のところでこう価値を見出し始める。あ、もう死んだ死んだ。ちょっと気にせず行きましょう。ちょっとスキル、ちなみに左の画面あるじゃないですか、赤いところに12分の6とか書いてある。これは12ギルド中6位って意味です。あ、そういうこと。そうです、今12ギルド入ってるんだ。はい。いや、そんな、え、今なんか、ちょっと待て待て待て、2000何百くらって待て待て待てだよ。いけない、気持ちで負けちゃいけない。ダメだ、この魔法とかさ、はい、突入していいのか突入しちゃダメなのかとか、一応私じゃないマジシャンもいっぱいいらっしゃるので、もう基本突入しないものだと考えてます。だよねだよねだよね。私今3人倒した。え、うっそ、すごいじゃん。アチーブメントで3人倒すと、3人倒したって出ます。クソか、ほら超かっこいい魔法使ってるやついる。マジっすか、だら、あやめて、あ、いえなんだこれは何が起きている。お前ら、1人増えてる、お前ら、なんかドス黒い、ドス黒い剣士に、ドス黒い剣士にやられてしまった。もうやだ。戦場、戦場です。やばい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 、これがスタン、これがスタン、これがスタン。急に静かになった。あ、でも今16ギルド中1位ですよ。うっそ、まあ、完全にポイントゲッターのクイラさんのおかげですけど。あ、俺たち1位俺たち1位俺たち1位、貢献度ゼロだよこうなるかなるかなる。最後にね、自分がどのぐらいキルしたかとデスしたかっていうのを見れるんで、そこでチェックしてください。勝つ勝つ勝つ、やめろやめろやめろ、ちょっと待って、歩くだけで歩くだけでなんか、あ、赤い数字が出るぞピコ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 てめえらで、ね、我々黄色い名前になってるじゃないですか。僕なってない。そうすると、あ、なってない、はい、あれ直ってないんですか。いや、直したけど、手加減しろー、またまたしてもういたちごっこす。そうすぐリセットする。ちょっと待って、これ結構ね、攻撃しに行くメリットがないマジシャン見つけて。高橋君、高橋君、全ギルド中1、全ギルド中1。そうなんですけど、何の実感もないどんどんギルドが増えてるでもデスの数はね、順位には関係しないんですが、デスを取られると相手のチームのポイントが伸びるって意味では、足を引っ張りますね。俺、足引っ張ってるだけ他のギルドの手助けしてますいや、こういう練習を重ねることによって慣れていくと思う。この雪だるまとか一回、うわこれさ、なんかないんですか、そのギルド間でなんか協定みたいなものはないんですかえ、同盟ならありますよ。同盟か、うん、ただ同盟のチームでもこのギルドバトルにおいては敵になってしまいます。はい、田村さんいた。これだ、パス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 、やめろスタン、やめろスタン、村井さんがもうね、クリエイターには本当スタンされててね、何も身動きできなくなるの。あの野郎、私の上司を目の前でほふりやがった。何ほふるっていうの、ほふり、やばい、やられた、ちょっとやめてやめて、この雪だるま野郎ルックス的に弱そうだから、お前はやっつけたい。雪だるまつけてる人か、結構強い人多いですよ。マジくし、あ、ダメだ、せめてせめてせめて、あの雪だるま野郎。あ、高橋くん近い、うん、なって、高橋くん近い、こんにちは、こんにちは。あ、高橋くん今やられた、高橋くん今吹っ飛んだ、やめてやめて、
ちょっと待って、やめてよ戦場、こんな過酷か戦場でもスタンとかやめて。結構この10分がすごい長く感じます。長い長い長い、やめろこれ、あの毎晩私最近 GV で練習しててやってる。毎晩練習ってどういうこと毎晩この部活部活だね。 GV 何回かしてから寝るみたいな。あと5分もあります。5分、長い。ちょっと待って、長い。アチーブメント PVP10 回死亡って。マジっすか、まだ出てないっす。お、マジっすか。じゃあ10回死んでないんですね。回復だと思ったら、そう、回復はね、あの1万、うちアコ入ってないんで、あの大体敵のだよね、うん、アコライトス。そう、回復できないのか。はい、しかもなんか攻撃されるやつあった、バスって。罠みたいなやつな。罠みたいなやつありますよ。私もそれ引っかかったよ。十字架のやつですか。あるある。あれはパラディンの十字架設置スキルで、あれに当たると3500とかなんかね。マジか。クラウバーの死ぬじゃん。そう、死ぬ。死ぬ。もう鳥が焼き鳥になっちゃうよ。ああ、ちょい待てや。ああ、なんもできん。なんもさせてもらえ。高橋くん、ちょっと。え、一応私の画面も撮影してるんですから。ちょっと行きます。マミルトン君。あ、いたいたいた。マミルトン君の画面は、あ、スタンだ、またスタンだよ。そのスタンさせてるやつを僕が攻撃する。あ、あ、あれでも、あ、あ、ちょっとギルドバトルなんか、いや、クエスイベントクエストのボスじゃないんだから。あ、2位になります。2位になっちゃいました。やばい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 。足引っ張ってるの誰だ。足引っ張ってるの誰だ。我々ですね。いや、多分ね、相手のギルドがすごい強いんですね、きっと。オフ、オフ、オフくんな。オフ、なんだ、何が起きている。なんかね、すごい私結構びっくりするんだけど、うん、多分これ、ファーストコンタクトから私が死ぬまで1秒かかってないザン、ザン、ザザザザどっちかというとゲーム復帰画面の方が長い。なんだ、あ、やめてそうですね、私も今、あ、今10回死亡出ちゃいました。やられた。あ、マメルドも10回死んでんの。ザマーだね。私だけだけじゃない。味方ですよ、ザマーとか言わないでください。ザマー、あれ、僕出てないけど多分10回死んでると思います。もう高橋くんめんどくさくてカウントすらやめたんで、システムがこいつダメだって、うん、数える価値なし。うわ、やめて、やめて。無敵になる技欲しい。無敵になる技。でもオリ、オリなら、あの、なんかのスキルで、あ、終わったんじゃないですかね。あ、これ終わったな。終わりましたね。あ、1位。こんなに、こんなにあの足引っ張ったのに1位。1位。何キルでした？お、村さんでも6キル取ってる。うそ。ほんと、私も6キル10です。6キルの16です。ちょっとこれは世間に応用できない。え、この2位のこのリパーズさん、リパーズさんって28回キルして1位ですってこと？すごくね。何その人、1人だけ鬼じゃん。鬼神ですよ。鬼神。鬼がそこにおる。そう、あ、結構面白かったですね。でも私ね、敵がズバーンって言って倒れる瞬間を見れてない。あ、どっちかっていうと自分が倒れた瞬間しか見れてない。ただ6回キルしてたってのはちょっと自信になるね。すごいな。ちなみに高橋君は、うん、いや、あの、のび太くんのテストと一緒でもう隠す。ありがとうございます。もう我々の力ではないです、全然。さよなら。さよなら。ご視聴ありがとうございました。YouTube でご覧の方はチャンネル登録を、ニコニコマックスのライブでご視聴の方はお気に入り登録を、何卒よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。